佐藤さん、あ、すごいっすね。もう新聞とかテレビでも放送された。あ、NHK とな、はい、夕方 NHK かけた映っとったしな、それからあの四国放送のテレビな、俺にも映っとった、ちょこっとな、両方ともちょこっとやけど。それはなんでだろうね。あの昨日あの記者会見した立候補の衆議院議員選挙立候補の。あ、そしたら記者会見してほんで、あ、もう二期とか後藤だったとか、みんな記者会見したらな、ちゃんと載せてくれるの。ああ、僕今まで記者会見せなんだけんな、町長選挙でも、ほんで一つも載せてくれなんだ。ああ、みんなが記者会見するようになれば、記者会見っていうのは全国のな、共同通信とかもやってくるしな、いっぱいこう記者がいっぱい特集朝日毎日読みるな、ほんで四国放送な、NHK な、で共同通信な、時事通信な、本なんかいっぱいやってくるんだよ。でいっぱいこう囲んでな、で前に座ってな、で僕がこうおしゃべりするわけよ。で向こう誰かが質問をするわけよ。で質問に答えるわけよ。これを1時間半ぐらいあったんだよ。あ、そうなんですか。1時間半もそれは、まあ、1時間半って言うても、まあ、1時間ぐらい記者会見だったとしたら、あとなんかこうこれでなんか写真撮ってくださいって各新聞社とかから、これこうやって写真撮るんじゃ、ほら時間がいるけどな、ほんでなんかこれはアンケート書いてこう送ってくださいとかな、こういう各新聞社からこれがあるけどな。それはあの時間が決まってて呼ばれたんですか。じゃあ佐藤さんも記者会見、はい、僕は記者会見してって言って県庁行って頼んだんじゃ、はい、たら記者会見の部屋をな、ちゃんと用意してくれてな、記者会見ができることになったんじゃ、僕記者会見したいって言ってな、県庁行ってな、懇願したんじゃ、たらちゃんと県庁の人がな、こういうふうにしてくれた。僕が記者会見それまでそれじゃあするつもりなかったのかな。じゃあ僕記者会見僕が言わなんだらせえへんするつもりないんじゃ。だって僕がしてって言うてな、県庁行ってな、お願いしまくったからな、県庁の人間がな、動いてこう部屋をな、用意してくれて、みんなだから一室をこうな部屋をな、用意するんじゃ、記者会見用に、で用意してくれて、でこの日に記者会見するってことになって、で行ったら記者会見してくれて、記者会見してくれたから新聞に載るようになった。ああテレビでも、載ったの、ね、全部記者会見載ったから、もしも僕が記者会見せらんだら永遠に載らんもん、ずっと告知日まで載らん、19日まで載らん。でもなんか不思議ですね。告知日まで絶対前の町長選挙の時は記者会見せらんだから告知日のな、告知日の朝の新聞にさえな、僕の名前も載ってない、ほんで告知日で僕が立候補の書類を出したらな、やっと出してくれた。ああそうなんですね。なんか不思議なあれだよな。だけ、今なんか携帯から見るんで、そう、あ大丈夫です、はい、いやいやすいません、はい、だけ記者会見せなんてばかりされる。記者会見したらちゃんと扱ってくれる。立候補するときは必ず記者会見せないかも。で僕もこの選挙のこれも作った、これああ広報掲載これ昨日くれたんだよ、これは広報、はい、選挙広報掲載文原稿用紙っていうのを、ただ僕はもうこれでもうできたからじゃ、これ新聞の選挙広報としてこれをちょっと縮小して載るすんやって、こう、ああ向こうはね、このままをな、このままを縮小して、ああこれちゃんと写しておいて、これ縮小してほしい。あ今写しました。で新聞の方はこういう感じで、徳島新聞には載ってますと、ちょこっと載って、これここですね。ああここだけどこの3人に比べたらすごく小さい。まあそうですね、同等ではない。だから他の人は全部ワクチンを進めてるけども佐藤さんだけは、僕ワクチンは打ってないよ。ワクチンなちょっとな、危ないと思ったんじゃ。そうですよね、政府がこう世の中がな、テレビなんかで発表してるような、死亡率高いと思ったんじゃ。そうですよ。で僕は実際に1123人が亡くなってますからね、ほら今なんかワクチンは安全なっていうよりはな、ちょっともう危ないんちゃうかなと思ったんじゃ、で危機もせんし、
効きもしない、なんかそあ効果がないっていう、ね、効果がすぐ薄れるんで、みんなそうなんですよ、ワクチン打ったのに6ヶ月まだ、もういっぱいもそう患者が増えたとか、納豆どこかに納豆や、そうなんですよ、でブースター接種やらないといけないから、ワクチンがすぐ変身してしまうし、そう機械になってしまうし、だからなんかこれあのワクチン打っちゃったもう6ヶ月ごとにどんどん打たないかなから、あどん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 またワクチン打ち出したら、まあ、ね、まあ、一応立憲民主党の一部の議員もあれだし、山本太郎もちょっと言い始めたけども、うん、他のあれは全然もうそれ言わない、服部さんよりはもうちょっとなんかワクチンは効果があって、効くんかいなっていう考えは持っとるけど、これは言ったら服部さんが怒る件も言うけど、ああまあ、うん、効果はあるんだ、あるんちゃうか、これは効果、ワクチンの効果もあるんちゃうかいなとは僕は思うけどな、ああそうなんですか、だけどここはちょっと服部さんというかちょっと食い違ってるかも分かりませんけど、あまあただ危険だっていうの、僕は打てないし服部さんも打てないってことや、もちろんあのっていうか危険性は73歳やけどワクチン怖いけど打てないよ僕は、あワクチンの方が怖いっていう、ワクチン怖いんよ、あ、まあね、熱出るし、あ熱出るっていうし、そうそう死ぬ場合もある、最悪の場合は死ぬ場合もある、そうなんですよ、だから、まあ、1123人は亡くなってて、大谷翔平っていうアメリカの投手でさえ調子が悪くなったとかね、だからあんな健康な人でさえ調子悪くなるのにっていうあれはありますけどね、うん、僕はワクチンで死ぬかもわからんと思って打たんねんそうですよね、うん、コロナにかかる場合に、うん、まあそういう点では一番、まあ、はっきりこの人たちとは違う、ワクチンを推奨している人たちとは、うん、まあそういう感じで、あポスターがそれで、こっちかな、これから、違う、ポスターこっちですね、はい、僕の掲示板に貼るポスターができたよな、はい、掲示板に貼るポスターがそれなんですね、これが掲示板に貼るポスター、はい、これが掲示板に貼るポスターやな、あーなんか説明帳が多いですね、そうそうポスターって普通顔だけだろ大体、そうですね、ニコッと笑っとる顔と、あそう候補者がニコッと笑っとる顔だけだろ、僕の場合は顔だけでは絶対あかんと思うてな、あ顔の部分は少なくして、この僕の考えをポスター上に書いて読んでもらおうと思ったよ、だって顔でなんか判断するみたいなあれだろ選挙っていうものは、この主張で判断するんだろ、こんなにポスターに貼ったるもんは顔だけだろ、顔で何が主張できるやだ、あんなバカはバカみたいなんだよ、顔ばっかりいっぱいポスター貼りまくって、やっぱり出る選挙ポスターっていうものはな、こういうふうに顔は小さくして自分の主張をちゃんと書くのが選挙ポスターや、本当の顔はこの裏でいいんじゃよ、自分はどういう考えを持って何をやりたいか、僕の場合はあの軍隊いらん天皇いらん、天皇はね生まれ差別だから、ブラック差別と一緒、そう天皇ブラック差別、天皇なくしたらブラック差別がなくなる、天皇がおるからブラック差別がある、スミスへの著書の21世紀に託すっていう著書の中に、これ天皇なくしたらブラック差別はいっぺんなくなりますって、天皇なくしたらブラック差別は、どっちも生まれ差別やけどな、生まれ差別で天皇があるんだから、生まれ差別でブラックを差別されるってわけよ、生まれ差別で天皇っていうくらいになっとるんじゃない、だから生まれ差別は言うこと自体がな迷信なんじゃ、こんなもんな意味ないんじゃ、血液っていうものは自分のどんなにエジソンの子孫がエジソンの本人の父の才能が優れとったって、ずんずんエジソンみたいなのがずんずん できてくるわけないで、子孫にずんずんエジソンがずっとエジソンみたいなのが生まれてくるわけないで、まあクローン人間でない限りね、クローンでない限り天皇家クローンでないであれ、誰かと交わったで、交わるために嘘になっていっけよで、この人間のものすごい優秀があってもこっちの人間と結婚したらこの半分になってしまうの優秀さが。でまだ結婚したらまた優秀者4分の1になって8分の1、これ子孫がどんどん若い増えて、まあだから凡人化していくんですよ、薄れていくわけよ、あんなもんどんなに最初がすればって、
最初から何かをつながっとるっていうこと自体がいいんですよ。まあね、天皇家ってペテン師だ。ペテン師はでもな、自分が神と何かつながりがあるようでな、人々は騙してるんだよ。騙し作戦がな、自分は神とつながりある三種の神器とかな、神話とか作ってな、神話やデタラム作ってな、自分が神とのなんかつながりがあるみたいな、この人々をだから騙くらせて、宗教全部ペテン師、宗教って神っていうものを言うやつはな、で神とつながりがあるいうようなやつやな、全部ペテン師、詐欺師、だけ天皇や詐欺師の一族、国民騙す詐欺師、今はだからビル・ゲイツに大受賞、勲章を与えて、それで一緒になんかワクチンを進めてるっていうね、で殺していってるっていう、それははっきり分かってます。あ、それはもう公に認められてます。でビラ、僕のビラは、ああビラ、これ別にこれな、ポスターはもう2000枚作ったよな、でビラは5000枚作ったよこれな、でポスターとこれ同じ内容なんよ、だけど2分の1になったよこれビラは、ポスターと内容は一緒で、でこのポスターとビラとはこれで、ね、それでこれはポスターのビラの内容とここまでは一緒なんよ、ここ。あ、で、ここは、町長選挙の、じゃあ、一番最初の、市町議会議員選挙の時にこれ使った、これ、やつや、作ったやつや。町議会議員選挙とかな、これをこう、合わせて、今度の選挙にな。ここは、国境相手国の言いなりで解決しよう。僕の外交政策は相手国の都合のようにな、相手国が満足いくような な方針でやったらな、相手国と絶対もめんしな、警戒しないでしな、もうなるべく相手国が、相手がここまでの領土だって言うたらな、それを認めてあげて、相手国の納得いくようにしたらな、戦争起こらへんねんじゃ、相手国が納得せんけん戦争起こる。なるべくどんな外交はな、僕の方針はな、相手国を認めてあげて、相手国に納得するようにしてあげる、そしたらもう武器も弾薬もイランも相手国にもう納得したんだから、ほんで攻めてくる、また納得したんだから攻めてくるわけもない、戦争に侵略するわけもない、だから武器は全部外国に売ってしまったんだよ、日本にある武器は、ほんで日本にある自衛隊の武器は全部外国に売ってしまったな、ほんでお金もらうだろ、例えば大砲を撃ってお金もらうだろ、これを今財政赤字になっとるけどな、そこものすごい赤字になっとる財政に埋め合わせたいわけ、ほたらな日本の赤字財政がな、すぐなくなってしまう、解決してれば、武器を全部が欲しいところに売ってしまう、ほんで日本はすっからかになる、ほんでこう相手国の都合の映画にこうする、ほたら、日本は丸腰、自衛隊いらん、攻めていく理由ない、もう相手国都合のようにしてあってるんだけど、まあね、攻めてくる理由だった、中国も韓国ももう都合のいい、自分が主張した通り日本がやってくれたけど攻めてくる理由ないの、こんなんやと攻めてくる理由何があると言ったら、今やったらこう尖閣諸島が中国のもんで日本のもんじゃって取り合いでこう言えるけど、もう日本がやってしもうたらもう中国言い分がないでも、全然、まあだからスイスみたいに永世中立国っていう、言うんでなしにもう、もう武器は日本は衛星持ってない丸腰力、丸腰あ持たないって衛星非武装国、ああそういう、あの中立はあれ武器持ってるだろ、ああそうか、あれいかんのよ、衛星非武装国を宣言する、ああすごいなそれ、世界で初めて世界に発表し国連行ってな乗り込んでな、日本はこれから衛星非武装国になりますって宣言するんだよ、あすごい、あこれはいいですね、いいアイデアあるんだよ、ほんでな世界に認めてもらうんだよ、ほんだら日本に攻め込んだやつはな、衛星非武装国に攻め込んだって言ってな、世界から非難されるわけよ、だから日本は絶対な、衛星非武装国宣言さえすればな、日本はもう武器は一つも作らんでええしな、ほんで、武器は一つも作らんでええし、この武器今まで軍隊使ったものすごい税金使うよね、軍隊、このものすごい使いよる税金をな、ね、今までの赤字の内容をたまっとる赤字をな、コロナにいっぱいばらまいてな、赤字をたまっとる、これにもう使い武器に使いよらないようになったやつをこれに使っていったわけ、ほんでほたらな、もう日本の経済良くなるんだよ、ほんで日本は衛星非武装国宣言を国連でやって、世界から称賛を浴びるんだよ、で衛星非武装国宣言せえって言ったら僕はノーベル賞なんだよ、
ノーベル平和賞になるんです。いや、ノーベルって向こう側だから、だから逆に、だけど、まあ、絶対あげないと。平和賞になるんだよ。まあね、平和のために尽くしてるんだよ。わかりました。今まで誰もこういうこと主張した人はおらんで、うん、衛生費武装国宣言。わかりました。これはやりますよ。あ、それはすごい。はい、これは広めましょう、はい、日本は衛生費武装国宣言国連にせよ、はい、武器は全部外国に売って、うん、そのもらったお金を日本の赤字に埋めるって、はい、埋め合わせしてそしたら日本の経済を立て直すことができる、はい、消費税上げんでもじゃあ、まあ、コロナワクチンも危ないぞっていう、うん、そう危ないかもわからんという、はい、僕は売ってない僕はとにかく売ってない、はい、危ないと思うから、はい、じゃあこれで終わります。頑張ってください。はい、衛生費武装国宣言、はい。今パッと浮かんだグッドアイデア。はい。